ちゃ可愛い。こっちに顔が出てる。コスタコーヒーってコンビニでよく見るんですけど、ちゃんとあのショップがあるんですね。初めて知りました。ハービスからあのホテルすごい近いんで歩いて向かってます。ホテルが見えました。今日泊まるのはこちらのインターゲートホテル梅田です。結構ねできたばっかりで綺麗ですね。ホテルの前のカフェのランチがすごい美味しそうなんで、時間があったら行ってみたいなと思います。レセプションは2階になってます。めっちゃおしゃれ。すんげーおしゃれだ。こちらでアメニティもらうみたいです。すごい大阪の通天閣とかがデザインされてます。今日は14階のお部屋です。クラブラウンジアクセス付きの部屋を予約しました。14階です。 14th floor 上に参ります本日の部屋こちらです。おー、むっちゃ綺麗。テーブルも広いですね。あ、こちらにも大阪の風景が描かれてます。むっちゃ綺麗なんやけど。そしてカーテンの向こうは、これは手動で開くのかな？これは自動かな？お、手動で開いた。おー、なかなかいい景色ですね。そんな高層階ではないですけど、いい感じです。そしてこの空気清浄機もすごいかっこいいやつですね。あ、ちゃんとこのランドリーバッグみたいなやつも2組用意してくれてます。そしてこちらがトイレかな？
これも自動でついた。おお。トイレです。TOTOです。そしてこれは冷蔵庫。なんかね、黒で統一されてておしゃれですね。ミネラルウォーターも用意されていて、こんな感じですね。すごい、綺麗でご機嫌です。後で話そうと思うんですけど、昨日泊まってた部屋がちょっとまあまあ大変だったんですよ。なんでちょっと嬉しいです。そしてあ、すごい、バスタブ付きだ。こんな感じです。お風呂広、ちょっと入っちゃおう。これね、結構広くていいお風呂です。こんな感じです。これ昔の大丸のマークですね。懐かしい。この上、あれですね、岡本太郎の太陽の塔があって、左通天閣で、あ、上大阪城でしょ。へえ、これたこ焼き屋さんもあるし、これはあれですかね。あ、中野島ってわけじゃないですよね。でもこれデフォルトして、全部ここにギュって詰めてますね。ベッドサイドはこんな感じです。なんかこのお休みスイッチっていうのがあるんですけど、使い方後でちょっと見てみたいと思います。ソファのクッションの柄も可愛いです。ケトルもデロンギですごいいいやつでした。今日はこちらに一泊したいと思います。ジムやあとお風呂もついてて、お風呂は共同浴場がついてるんですけど、すごい青いライトに照らされたおしゃれなかっこいいところなんで、後で入ってみようと思います。あとクラブラウンジっていうか、まあ下のフロント階に、ラウンジがありまして、そちらでお茶とかお酒とか、あと夜はお茶漬けとかもサービスで出るそうなんで、そちらもいただきたいと思います。案内の紙を見てるんですけど、大浴場は朝風呂も行けるみたいですね。15時から1時と6時から10時が大浴場になってます。あとフィットネスジムは予約制になってます。今回はラウンジも利用できるプランなんですけども、まず6時から7時が朝活でこだわりコーヒーとスムージー、そして7時から10時半が朝食になってます。これは有料で頼まないといけないんで、ちょっと自分たちは朝弱いんでどうするか迷ってます。そして10時半から21時がコーヒータイム、そして15時から21時がアフタヌーンサービスでお茶菓子やドリンクが出ます。それから17時から19時はハッピーアワーでワインとオリジナルカクテルがいただけます。そして最後20時から22時がナイトタイムでお茶漬けがいただけるそうです。お茶漬けちょっとGoogle とかで見たんですけど、すごい美味しそうな割と贅沢な内容のお茶漬けだったんで楽しみにしてます。お風呂はこんな感じですごくおしゃれです。スリッパは使い捨てではなくて、自然環境に優しいウォッシャブルスリッパになっています。こちらの引き出しは、金庫が入ってました。こちらは収納ですね。こちらに充電ケーブルも用意されてました。これね、何のケーブルだろう。タイプ C とかね、今いろいろありますもんね。あ、全部対応型みたいです。ね、すごい。日がだんだん暮れてきました。すごい、夜と夕方の境界線がむっちゃ綺麗です。
お酒が飲めるみたいなんで、ちょっと下に行こうと思います。こちらのハッピーアワーです。9階です。クッキーやオレンジジュースもあります。赤白ワインとオリーブやナッツもあります。すべて無料。今カクテルも作ってもらってます。今度はシトラスのカクテルと白ワインをいただいてきました。アフタヌーンタイムはこちらのみが提供されているようです。ハンドドリップのコーヒーをいただいて帰ります。コーヒーをもらいました。さっきハッピーアワー行ったばっかりなんですけど、お茶漬けタイムが始まったんで、お茶漬け、お腹空いてないんですけど行ってこようと思います。この後僕ちょっと仕事もあるんで、早めに食事っていうほどでもないんですけど済ませたいと思います。ロビーはこんな感じ。この椅子、古墳みたいなデザインだ。大阪由来のものがいろいろと展示されています。お茶漬けタイムに突入。具材を盛り付けたら、ほうじ茶かだし汁を注ぎます。そしてお腹いっぱいになったらお風呂に直行。18階です。お風呂の手前にジムもありました。お疲れ様です。仕事が終わりました。仕事の前にですね、まずお茶漬けを食べてきました。すごい美味しかったです。こう具材とかたくさんあって、結構たくさんの人が食べてました。で、それからお風呂行ってきたんですけど、すごい綺麗で、高級スパのお風呂と全然遜色ないようないい感じのところでした。写真が撮れないんで、後ろのなんかモニターにも映ってるんですけど、公式の映像がちょっと載せようかなと思うんですけど、まずこちらのインターゲートホテルって京都とか他のエリアにもあるみたいなんですけど、この新しい大阪梅田のところは本当おすすめです。大阪近郊でいくつかのホテルやっぱり泊まってみたりとかしてるんですけど、この料金で僕最初の動画の最初でクラブラウンジって言ったんですけど、クラブラウンジじゃなくて、どの部屋に泊まってる方でもそのワインを飲んだり、お茶漬けを食べたりできるんですよ。で、すごいコスパ高くて、で、ホテル自体も綺麗で、で、何よりもこう遮音性もしっかりしてて、なんかちょっとケチって安らがないホテルに泊まるんだったら、ここもそのシーズンによって変動すると思うんですけど、ちょっと高くても、高いって言ってもそんな高いホテルじゃないんですけど、ここ選んだ方が最終的には得すると思います。
なんでむちゃくちゃここおすすめです。結構もう仕事終わって、で実はちょっと自分自身がマッサージも受けて、お願いしてしてもらって完全脱力してるんで、もうお眠です。で明日なんですけど、明日は京都に行くことにしました。で京都も今やっぱりコロナですごくいいホテルが安くなっていて、でむちゃくちゃ迷ったんですよ。普段はちょっと高いホテルが本当に5000円以下で泊まれたりするんで、どれにしようかなってすごく慎重に吟味した結果、一つ決めました。なんで次は京都です。楽しみにしててください。では今日はおやすみなさい。最後になるちゃんが撮ったアフタヌーンタイムの動画をどうぞ。